コーマ F903i は富士通が開発した NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。富士通の携帯電話として初めてディスプレイ部分が左右に90度スイングするスイングスタイルボディを採用。回転させることで機能を切り替えることができる。富士通ではこれを横モーションと名付けている。サブディスプレイは設けていないが、 閉じたままでもディスプレイをスイングすることができ、日付や時刻などが確認できるチョコモーション機能で補っている。この端末のボタンは赤色に光る。今までの富士通製端末と同様に指紋による認証もできる。外部メモリーカードは新しく、マイクロ SD メモリーカードを採用し、2GB まで対応。搭載されるカメラは320万ガソシーモスイメージセンサー。 テレビ電話用のサブカメラは CMOS 約11万画素。フォーマ 903i シリーズ共通の機能として、着タフル、GPS、メガアイアプリ、IC 通信、3G ローミングに対応した。外 a i 9 0 3 i では Windows メディアオーディオ形式の音楽ファイルの再生に対応し、またデジタル著作権管理へのサポートからのアップスターなど、有料音楽配信サイトの利用もできる。 このサービスを利用するにあたり、付属の USB ケーブル、Windows XP および Windows Vista 対応のパソコン、Windows Media Player 10以上、もしくは WIMP5 以上が必要となる。2007年12月31日まで、ナップスターを2週間無料で使えるキャンペーンを行っていた。i アプリは、前輪地図ナビ G ガイド番組表リモコン、デコ文字ポケット、 携帯クレジット ID、DCMX クレジットアプリ、東北大学、川島隆太教授監修携帯能力ストレッチング、A 列車で移行法 F、ズキパーデラックス、ロジックパズル F などをプリインストールしている。製品には、パソコンとの接続に用いるための USB ケーブルや、マイク及び音楽プレイヤー機能を操作できるボタンを、装備したイヤホンジャック変換アダプタが標準で付属している。 富士通製ドコモ90再シリーズでは、この機種以降は横モーションをすべて採用している。ただし、横モーションに回転方式は変更され、シャープのアクオス形態の回転方式と同じものを採用。そのため、丸型のデザインから四角になっている。映画で色の F903i に被告のアリバイを崩す。 決定的証拠が撮影されており、物語の流れを大きく変えた。テレビコマーシャル及びカタログには、スマップの木村拓也が出演。中世風の衣装で馬に乗り、別れ道でマーガレットと叫ぶという横モーション機能を強調した CM となっている。これまで富士通のパソコン FMV シリーズの CM に出演していたが、携帯電話への CM 出演は初めてとなった。 2006年12月11日に以下の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。2007年4月6日に以下の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。2008年6月23日に以下の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。ありがとうございます。